皆様おはようございます。秀急行です。ただいま兵庫県姫路市の姫路トレインパーク様にお邪魔しております。今回の動画は若くして逝去されました正一君の鉄道模型を紹介いたします。正一君は我々同様鉄道を愛し鉄道模型をめでられていた青年やったんですがね、33歳という若さで病に倒れられまして天国へと旅立たれました。今回ね、お母様が、この正一君が愛したこの鉄道模型をね、どうか生かしてほしいということで、姫路トレインパーク様に送られてきました。こちらがね、その正一君が愛した鉄道模型なんですけども、今回、姫路トレインパーク様からご依頼を受けまして、秀急行チャンネルで、こちらの鉄道模型を紹介していきます。ということでね、これからあとは、いつものね、秀急行模型チャンネルの模型紹介のような形でね、こちらの鉄道模型紹介していきますんでね、ぜひご視聴の皆さん、最後までお付き合いいただきますようお願いいたします。皆様、今日も秀急行模型チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回の動画は、正一君が愛した鉄道模型を紹介いたします。まずは、300系新幹線、トミックスさんの92639、JR 300系東海道山陽新幹線のぞみセットです。こちら、基本セットの7両編成です。それでは、1両ずつ見ていきましょう。1号車323型、博多寄りの西洋付随車になります。連結寄りに便所、洗面所が設置されております。次は5号車325型500番台、中間電動車で便所洗面所が設置されております。6号車328型中間付随車ですが、パンタグラフ周変圧器が搭載されております。10号車316型中間電動車のグリーン車です。11号車325型700番台中間電動車です。模型ではこちらにモーターユニットが搭載されております。12号車328型、こちらもパンタ付きの中間付随車になります。16号車322型東京寄りの制御電動車です。それでは走行シーンをどうぞ。次は加藤さんの10-177251系スーパービュー踊り子号です。こちらはね、懐かしの旧塗装のモデルです。スーパービュー踊り子号は10両編成でしたが、この6両編成の基本セットをお持ちでした。では1号車から紹介していきます。1号車黒250型伊豆急下田型の制御付随車で、ダブルデッカー構造のグリーン車です。2号車サロ251型中間付随車で、ダブルデッカー構造のグリーン車です。4号車モハ251の100番台ハイデッカー構造の中間電動車で、パンタグラフ周制御機周抵抗機を装備しております。
5号車モハ250の100番台、同じくハイデッカー構造の中間電動車です。模型はこの車両にモーターユニットが搭載されております。9号車サハ251型、ハイデッカー構造の中間付随車です。10号車クハ251型、東京型の制御付随車でダブルデッカー構造の付随車です。次は横須賀線の113系です。加藤さんの純度175、113系直流近郊型電車横須賀色です。それでは251系と113系の走行シーンをご覧いただきます。湘南帯のサロ212も1両お持ちでしたので、この車両も連結してお楽しみいただきます。ビーチの横を走りますスカー線とスーパービオドリコの共演をお楽しみください。続いては加藤さんの103系です。この103系はね、加藤さんの初期のモデルになります。そして続いては加藤さんの10-170、221系電車6両編成です。それでは103系と221系の走行シーンをご覧ください。山手線の205系です。現在の E235 系、その前の世代が E231 系500番台、
その前がこの205系です。このね、205系は2両所有されておりますが、モーター車はなく走らせられませんでしたんでね、レイアウトの上に置いて撮影しております。次はブルートレインを2編成ご覧いただきます。まずは20系寝台客車です。こちらも加藤さんの初期のモデルになります。4両お持ちでした。そしてもう1編成が24系寝台特急北斗星です。牽引機は流れ星の EF81、 客車はトミックスさんの92615 JR24 系25型特急寝台客車、北斗星 JR 北海道仕様のセットとプラス単品でね、揃えられていたようです。それではみんな大好きブルートレインの走行シーンをご覧いただきます。最後は貨物列車の走行シーンをご覧いただきながらエンディングといたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。